さあ走らせんく。大パン即答。さあ一発は思い入れ。さあ雪男もう一枚二枚抜いておきたい。さあこれはラッキー、これはラッキーでした。さあ雪男取り返す。さあしゃがみヒット、開幕100機種から決めていく。さあシャークベースから別冊。さあ雪男は2人抜き返しました。そして中堅 BM 次郎、中堅は闇しぐれをセレクトしたシャオ。シャオが中堅。対する雪男副将です。さあまずは雪男ファイルスゲージ。さあ2人とも各キャラのこれエキスパート同士なんでね、分かりません。さあ竜巻、竜巻昇竜拳。さあ流れは雪男、流れは雪男。さあ闇しぐれ。さあこれでもうタイまで持ってきましたね。3人抜き返しました。雪男ストッパーとしていい仕事してます。さあ BM ジェロ超高入りました。杉山ネクロ、さあ副将対決、杉山ネクロ VS 雪男豪輝。さあここさあ両チームともねチーム力で勝ち上がってきております。さあネクロといけよ、エキスパートプレイヤー杉山。さあ雪男パーソナルアクション。さあ流れはピザビースト軍団か。さあ電磁ブラストからエレクトリックスネーク。さあ画面端。職人です、職人です、杉山。さあファイナルラウンド超重要な副将戦です。
イザビースト軍団 VS ビームジロー副将戦ファイナルラウンド。さあエルボーキャノン壊しエレク、これはギリギリいい間合いでしたね。ベンジブラスト100キロ割り込んできました。さあ、メッサスゴアロさあ、ダッシュに更新力決まった。ビザビースト軍団大将、黒人だったり。さあ大将黒人。さあこれまでチームのピンチを救ってきた黒人。現在ダットリー業界最強と言っても過言ではないでしょう。さあ黒人がまずは1本。超電磁ストーム。さあ EX ジェット。さあ掴んでトルネードフック。さああとはなくなったピザビースト軍団。さあ超電磁ストーム。チームとも盛り上げてくれます。大将戦はこうなるとキャラ的に大幅に有利なのはビザビースト軍団。対する BM ジロー、ベテランヒューゴ使い YS3、 ハンマーマウンテンを選択。さあ大将戦スタート。
お互いゲージはマックス点灯ダイスガードです。 YSB さあいい試合になってる。体力もほぼイーブン。さあコーク、ピザウェイエースト軍